ビューツー・ユーネラ・ウスチネラ、UST ネラ、ロシア語は、ロシアのサハ共和国先部にある町、ヤクーツクの北東870キロメートルに位置する。人口は9457人、オイメコン地区の行政中心地。ウスチネラは、チェルスキー山脈の山中にあり、ネラ川がインディギルカ川の中流に合流する地点にある。気候は、 典型的な大陸性気候で世界でも最も気温が下がる地域に位置する。ウスチネラの南2 0 0トルにあるインディキルカ川沿いの町オイミアコンは北半球の最低気温を記録した環境である。ウスチネラから南へはオホーツク海に面したマガダンへ向かう長い舗装道路がある。一方ヤクーツクへの道路は永久凍土帯を通る舗装されていない道路であるため、 年間を通しては使用できない。その他、ヤクーツクへ毎日飛行機が飛ぶ空港がある。ウスチネラは、インディキルカ川上流及びコリマ川上流の金を、はじめとする、鉱山開発で発展した。特に1930年代には、グラグが多数、インディキルカ及びコリマ地方に設置され、シベリア送りにされた人々が、道路建設や、鉱山労働に動員されたが、 ウスチネラはその中心の一つである。現在も主たる産業は近郊であるが、その他、チェルスキー山脈へのツアーや、冬山ツアーも行われるなど、観光地としての発展も模索している。典型的な大陸性気候で、気温の年角差が非常に大きい。北半球の観客としても知られるオイミアコンと比較すると、冬の気温は摂氏2度ほど高いが、夏の気温は 若干低い。降雪量は10月などの初頭に多い。ありがとうございます。